はい、じゃあ今回使ったサウンドのセッティング解説していきます。はい、最初のイントロのリードなんですけど、フットスイッチの1番に入れてる、この JVM、ドライブモードですね、これの原因がちょっと強かったんでちょっと下げ目にして、でベースローもちょっとカットしてます。で確かリバーブはねダウンの方でやってたんでオフにしてます。こんな感じで、次クリーンのアルペジオと A メロ B メロのコード弾きの部分なんですけど、これフットスイッチ3番の、ソーアメリカン、これでやりました。で原因は結構下げて、で EQ は全部センターでやってました。でね、空間系がちょっと強いんですよね。でこれもリバーブとディレイ切って、あの綺麗なんですけど、あのオケになじましたかったんでダウンの方で使ってます。で最後サビのコードカッティングなんですけど、これ足元2番の、このビッグチャンク、このプリセットでやってます。で原因結構クランチ気味にして、でローとミドルを削ってハイを若干ブーストしてます。でこれもリバーブはダウ側でかけたかったのでオフにしてます。はい、音作りはこんな感じです。あと今回は使ってないんですけど、プリセットのね99番、一番最後のやつの、ソウルフルリード、これがねめっちゃ音良くて、これ結構一人でよく遊んでます。